一体500年前に何が。見たいか。ならば見せてやる。君たちの信じるパッチの古の姿を。500年前に起きたあの忌まわしき惨劇をな。これは。君たちは今500年前のセミノアの戦士の記憶の中にいる。マンファイトの本当の意味はシャーマンキングダム建設のためによりすぐりのシャーマンを集めることだと。ほら今君たちの目の前にいる男、その男こそ悪魔のパッチそのものなのさ。バカな奴らだな。せっかくの優秀なセミノアの富士も台無しじゃないか。今なら間に合う。どうしても協力するつもりはないのか。当然だ。宇宙の中の小さな部族の小さな強がりか。ちっちゃえな。その後パッチの野望はついえたが、我こそは未来を18万の月の後再び蘇るだろうとな。形は少し違ったが確かにそうだ。間違いねえ。なんで青があそこにいるんだよ。どうやらオイラたちはますます先へ行かにはならなくなった。すまん、行かせてくれリリララ。これで本当に良かったのか。私にもわからん。これからは忙しくなる。他の参加者たちにも伝えねばならぬことが。その必要はないよ。少年たちの言っていたことは本当のようだ。確かに500年前はパッチ族だった。だけどそれは転生した仮の姿に過ぎない。スピリット・オブ・ファイヤー、パッチだけが所有する五大精霊の一つさ。骨も、そして魂さえも。無に帰るがいいリリララ。